配信です。じゃあ始めまーす。ダチョウ布団バーベキュー配信。イエーイ。の準備編ということでね。はい。まあ今日はるばる東京からねアクアラインを越えて房総半島にやってまいりました。素敵なゲストを迎えております。はい。関さんとラムさんです。そういう気持ちで来ました。気持ちでね。ありがとうございます。ラムちゃんはちなみに来たことあるんですか？いや、初めて来たんですけど、私埼玉県民なので、うん、因縁の千葉に。ライバルだね。ライバルです。そうそうそう、はい。どっちがナンバー2なんだっつってね。そうです。肉とかを山盛り買ったから肉ありすぎなぐらい買いましたよね。肉カブトムシだ。えカブトムシ売ってるから。嘘、カブトムシタンパク質すごいらしいですよ。え、食べます？アスリート目線それ。何それ？筋肉の塊って言いますからね、カブトムシは。ほんとだ、ちっちゃい。あ、つがいも売ってんじゃん。売ってんな。 いや俺これ俺が、まあ一応地元なんですけど、全部つがい、全部つがいだ。売ってなかったな、昔な。全部つがい。いや、まあ、これ取りに行く手間が省けた。松ぼっくり。松ぼっくりだ。な。これなんでコメント出ないんだ、これ。今や、今。うわ、大量に入ってんじゃん。いや、いいな。小枝さん、小枝さん、ほら。ほら、見て、お尻の穴みたい。お尻の穴。これが千葉のね、まああれですよ、こう富浦市の、もうあのプライドを持って育てたビワですね。これがうまいんよ。これスタッフさんも食べるでしょ。じゃあ1袋じゃ足んねえよな。ふっくりいいぜこれ。でももう結構買いませんでした、ね。うん、食べ物。これね、あのこの、あの木の部分がちょっと茶色くなってるからうまいんよ。あ、そうなんだ。緑のやつよりもちょっと茶色系のやつが、まあ、これでもいいですよ。これ2個やればいいだろう、これ、ね、甘さ保証って書いてある。甘さ保証ですよ。昔から初昔から、ね、このビアを食べると縁起がいいと言われております。これは初物のビアです。あいつコツコツコツ、なんかコメントが全然見えないよ。みんなコメントが省略化されてる。え、なにこれ、ニンニク？でかくないですか？
かこれ。でかい。でも多分入ってるよ、そのでかいのも。買ってるみたいです。嘘。はい。ね、コメントってさ、正常？だから変な、ほら。なんか省略されちゃった。まあ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 、これはもう、そうないにして。調べるんで普通にやっていく。なんかみんなコメント見えないよ。コメント見えない。何笑ってる。どうも。人の配信。それどっち？自分のやつ。自分のやつです。みんな見てよ本配信。オープンレック。すごいな、こんなに、見て見て、卵こんなすごい。卵買った？あろうかな、あろうかな。これがいいね。え、な色がすごい。そう、このね、緑の卵がうまいんよ。じゃあさ、いやもうぶっちゃけもう結構揃ったから、ラストオーク、あとなんかいる？貝とかこれ。貝見に行こう。貝食べたい。当たり外れがあるってこと？なんかこれは？これは唐辛子いいの？シストは辛くない。買ってみる。ピーマンいいじゃない。ピーマンだ。ピーマン好きなんですか？ピーマン大好きです。すごい。やったらあとは困らないな。私もう何もしとらん。関さんお久しぶりです。遊びに来たんですよね。遊びに、私と関さんは本当にもう何もしない、遊びに来た。遊んでるって言われたから遊んでる。そうご飯待ってくれてる。日本あ、なんか言ってもらえてる。これこの入って3000なの。これ日本いいね、これ買おうぜ。すげえ。すごいね。あのセット3000安い。安い、もっとしそう。ちょっと、これまたね、立山のこれまあ、三階焼き。三階焼きって何？これね、アジのナメロを焼いたやつ。焼くんだ、ナメロって。あ、やばい、お腹すいたよ。お腹がすいちまったよ。カツサザエはないのか。カツサザエはないですね。サザエねえな。ね。まあ知らねえな。あどうも。ラムちゃんの視聴者様あると、ラム様の友人をやらせていただいております。アルトンちゃんと申します。今は友人かもしれません。はい、今はね。はい、今は友人、はい。みんなあっち行ったぞ。あ行きましょうか。今出てないです。あピーナッツは？ピーナッツジャム、ピーナッツジャムはあった。こっちか。あった。はい。どこだ？どこにあった？ピーナッツバターとあれじゃね？あれか。粒あり？これがおすすめ？
おすすめこれかな、これ。ああ、お百この百姓市場のこれがうまいね。これ粒が入ってる、これにしよう。うまそう。リチェイリチェイ。あれ、これ自分で買います。いやいや、リチェイリチェイ。リチェイリチェイ。ありがとうございます。いや。で、じゃあこれとりあえず買って、どうしよう、買ってからアイス行こうか。買ってからアイス食べよう。うん。じゃあ、なんか、まあ、ビワもあるし、まあ、ある程度。ある程度あっていいか。地酒あれ。あ、地酒だね、あれね。そう。千葉の地酒。そう、阿波のお酒があるんですよ。へぇ、ね。あ、どうも。あの、ダチブタの皆様、ラム様です。僕のね、大事な友人の、はい。ありがとうございます。今はね。意味深なことを残されましたけど、今。まあ、向こうはなんか、まあ、買っちゃうか、とりあえず。すいません。はい。会計よろしいでしょうか。お願いします。あ、お願いしたいです。はい、じゃあ、これ食べなかったら、はい、これ剤をつけちゃって大丈夫。あ、これ剤も、はい、お願いします。髪の毛が変なんだよ。僕は地元、館山なんですよ。そうですね、私、立てそうです。え、立てそうです。あ、マジで立てそうですか。はい、僕あの今合併しちゃったんですけど、僕アワーっすね。あ、そっちですか。そっちなんですよ。地元トークが繰り広げられている。じゃあ、立てそうに前、ね、昔彼女がいたんですよ。はい、いや、懐かしい。立てそうの、あの制服可愛いんですよね、すごいね、緑のチェックで。あ、そうですね。鳥羽さん、しろ、ね、ベストだけはなさるんですけど。でもね、立てそうはやっぱり、もう誇りでしたね、やっぱりね。直射日光嫌いなと。会計が8,400円です。はい、よろしくお願いします。8000いった。コメントバグっちゃった、見えないよ。本当だ、全部点々になってる。かわいそう、かわいそう。ちょっと関さん怖っ。カードが映っちゃった大丈夫。うわ、関さん、俺の肩から入る。みんな見てよ、ダチョウ布団配信してるよ。配信してるぜ。トンちゃん、ヒゲないと。はい、もう佐々木蔵之介ですね。ああ、どうも。今日はね、やっぱりね、関さんもね、来るし、ラムちゃんも来るしね、ちょっとまあ、不潔な感じじゃいけねえなと思って。でも、ちょっと一本生えてる。あ、一本生えてる。ああ、今、触れるかと思って。あぶねえ。身構えちゃった、今。あ、ここね。ここだけ生えるんだよ、一本。そうそう。これ、気づかれちゃったな、僕のウィークポイント。ウィークポイント。逆転ヒットした目で見てないで大丈夫だ。ありがとうございます。もうコメントバグ。悲しいね。全部点々だよ、みんな。もうなんか、ラジオしてるみたいになるからね。マジで見えない。なんかさ、なんかショットかもしれない。電波かな。こなんかリロード見たらもう。うまいな。これ。あ、そう。点々。このみんな気まずくてほんまに点々やってるんじゃん。こっちにしよう。縦になった。あ、見えた。縦になった。縦になっちゃった。ごめんみんな。縦になったら見えたらね。なんか急に縦になったよ。あ、でも見えない見えない。点々だ。え、嘘。さっきでも。さっき見えてたよね。点々になっちゃう。そういうことされてんじゃん。みんな点々打ってんじゃん。そういうこと？みんなコメント。ねえ、縦になった急に。え、これなんで？ここでしか食べられないもの。じゃあ俺もビワにしようかな。じゃあ俺バンジャー。じゃあ今度ミックスで。じゃあミックスで。あ、ビワミックス。蜂蜜バンジャーもある。あ、蜂蜜バンジャーはミックス。ビワ&バンジャー。あ、じゃあやっぱビワがいいな。ごめんなさい。ミックス1個なくして。本気でバンジャー。ビワ。ミックスでしたから。ミックスはいいっすかね。せっかくだったら。本気？ビワ本気でした。じゃあミックス。そこのバニラとも食べたいみたいな。ビワとバニラしたら、あれだったらバニラ部分を。まあ確かに両方切るから、じゃあミックスでいきますか。じゃあ、ミックス。
まあまあね、ここでしか食べられないから絶対ぐらいいいわ。あ、もう一回コメント見える。ミックスの人、ミックスの人、ミックス、あれミックス、あれミックスに、ミックスが何、それビワ、ビワで、ビワにビワ何、え、バニラ、まあ、バニラ、なんでお前この流れでバニラ当たり前のよ。関さんが今まで来たらあんだけくどいたのよ、お前もう大事なことない。関さんがバニラ食べないんだったら、このバニラだけ浮いてるじゃないですか。いや、関係ないですよね。でもここのバニラも食べないんですよ。ミックスの方に、じゃあバニラで、バニラ1つバニラ、はい、お願いします。じゃあ全部ここですね、はい、で、コーンでよろしい、コーン、あ、はい、ビワ1つカツ、はい、ハルタのタレチーズ。ビワないからね。ビワアイスあんまりないからね。まあ、でも結構ね、今房総半島湿度もねそこそこ高くて風が流れなくてね、結構今不感情説が出てるんですよ。汗のことですね、はい、それはもうソフトクリームで潤したいですね、今ね。なんかお腹すきました。ますね、いや、もう俺と出そびだけを振る舞うから、いや、あ、楽しみだよ。俺がビワのコーン、ビワのコーン、ビワコーン、ビワコーン、ビワコーン、ダメじゃない、出そうくん、ビワコーン来たぞ、コーン来た、はい、ちょうどいい量でしょ、はい、はい、で、コーンがまたワッフルなのがいい、ビワコーン、ビワのカップ、はい、やっぱビワ、色味もね、カツの方が、カツの方が、うまそう、下から、下がビュービュー、みんな持ったら、これミックスですか、はい、ですか、ミックス、あそこで食べた方がいい、じゃあみんなであちらの方、両親持っていくから、あ、じゃあ、ありがとうね、ありがとうね、もう買い物の時点で楽しいわ。あとはお前だけバニラとさ、バニラって言わない。なあ、感動しなって。よし、じゃあ。いただきます。乾杯。乾杯。いただきます。ああ、いいね。ケーキうま。これうまいわ。うま。なんかさ、やっぱバニラのさ、この甘ったるいさ、のこの逆サイドに、このなんだろうな、この爽やかな香り、ビアの。これが、あのバニラ食ってるお礼なんだけど、うまいね、うまいよ、ほんまに、ほんまにレコはうまくないあー、うまいわ、これなんか思ってたあっさりしてる、うん、あっさり食べやすい、ビアのもう本当にふんわり感じる感じや、そうそう、バニラ、どっかったらあれだなと思って、一応バニラして、むしろバニラミックスじゃなくてもいいな、バニラ8、なんかむしろこれがミックスかね、そうだよね、いや、こっちもねすごいミルキーで美味しいね、まあ、バニラ、ね、うん、お前だけビアの味分からん、いや、本体があるじゃないですか、ああ、あっちで来たい、あ、なるほどね、なるほど、試し抜いてってよかった、これからたらふく食うからね、言ってやる、おぉ、あれ、お味噌汁はなんかこれは、お味噌汁は俺が味噌買っといた、うん、やってくれ、これ、もしよかったら、さっき、ビワ農園で取ってきたやつなんで、僕らが育てた房州ビワになります、えぇ、ー、いいか、食べてください、特別、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、いただ、はい、くれるんですか、そう、で、これ2種類あって、はい、これはタイブサっていう、これは田中っていう品種になります、ね、あ、じゃあ近くにあるタイブサ岬からもじって、そうです、ね、あ、なるほど、あ、すごい大量に、あ、なるほど、いいですね、おー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい、ちゃんとなんかこうほら、みずみずしさ感じない、汗かいてる感じ、
これ今年初めてできたよ。あ、ほらまあ変わってるんだよ。ハイブ東京で結構値段するからな。結構高いんですよ。高い、そんなやってないよ。あんま売ってない、売ってない、そもそも売ってない。ああ、梅雨だね。夏感じるね。うめえ。そんな気に入ってやつではない。こんなアップで映さないでくださいよ。こんな恥ずかしいじゃないですか。あそこ、俺が高3の時に面接して落ちた店なんだよ。バイト受からなかった。面接で落ちた。バイトで面接で落ちるってあんまない。すげえ悲しかったんですよ。落ちた理由みたいな、自分何も考えた。いや、あの、どのくらい働けるって言って、いや、あの、できたら週1がいいですって言って。それかな。それでしょ。それだ。それだよ。できたらっつって。週1で働いてどうするつもりだったの。ちょっとね、ゲーセン代が欲しくて。遊び代で欲しくて。行ってくれますか、マジで。本当にな、ホテルパワーだった。あとは、あれっすよね、あと、あれ、あそこがビアクラブ。そうです、そうです。そこと同じ、あれですか、系列。敷地は一緒ですけど。あ、そうなんですか。そうです。あ、でもあれですか、こう、店は違うんですか。あ、なるほど。ここがビワ農家のお店なんで。なんかその、割と、まあその、割と最近っちゃ最近ですよ、歴史で言ったら。結構ここ、僕が学生の時あなかったって。そうですね、もう会社ができて25年目。25年目。でお店ができて、そうですね。学生の時あったわ。あったんかい。よく違い。いや、よくあれっすよ、この辺を夜チャリンコでこの辺よく通ってですね。大仏山岬のあの坂道あるじゃないですか。はいはいはい、あそこ登ってかくれんぼしたりとかしたんですよね。車でも大変ですよね。いや、大変っすね。ラムちゃん、関さんとさ、地元いるっていうのさ、不思議でしょうがねえわ。ほんとそう、不思議なのよ。だってな、ダゾクもそうだけどさ、関さんなんか俺、タブレでやってる時めちゃめちゃミスだから。俺、関さん視聴者側なんだよ、どっちかっていうと。なんか、同業って感じしないんだよ、なんか。いや、最近なんだこいつってあんま言わなくなっちゃった。あれが懐かしいんですよ。仕込んでましたね。そう、もう肉はもうある程度仕込んであって、
一応俺の今日のメニューはまず、まあ、肉はさでかい豚肉牛肉作るんだけど、あとは鮭とイクラの炊き込みご飯。これすごい親子丼だ。そう親子焼き、まあ、親子丼みたいな、うん、それとあとあの俺の地元の郷土料理のアジのたたきをこうちょっと少し味噌入れてなめろってしてるでしょ。なめろにうちの地元玉ねぎですよ。マジでしょ。嬉しい、ガチでやってくれるんじゃないですか。超うまい、超楽しみだ。郷土料理来たか。すげえ。あとカニの味噌汁、締めはですよ。カニ、あ、締めはもうカニの味噌汁で行こうかな。ダソクは今日何作ったんですか。俺は今日はね、頼めるから手羽先でしょ。おお、手羽先、手羽先、え、炭火で手羽先やってくれるの。え、いや、なんかあれか、あー、あの、名古屋の。そうあー、はい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 。結構じゃあ、判定辛いと思うよ、地元だから。うん、挑戦しようと思って、あえて。それはね、やりますね。判定にね。あ、結構うまいって言わせる自信はあります。何回か作ってるから。地元の人に、うん、名古屋の人に手羽先かせるの結構プレッシャーだ。怖いな。ダソクもあれだね、柵ね今日きっと。ダソクが柵は今日。ダソク柵。なのか、もうなんか口に合わなくてダソク自由なのか。これどっちかですよね。確かに。あと、なめろさ、うん、料理名わかんないんだけどさ、唐辛子入ったやつもんね。めちゃくちゃやばいやつ。それ知らないわ。輪切りをちょっと回って入れて、青唐辛子か。ああ、それ知らんわ。ちょっと辛めの。なめろに青唐辛子入れましたっけ。入れないっすよね。じゃあまあ、別のないか。お好みじゃないですね。これでビール飲んだら美味しい。なかなかね、こう房総半島来ることないから感じてほしいね、少しでも、うんうん、この残りの、ね、人生で、あ、房総半島ってそういえばトンちゃんとダソクとコリバードと言ったな、こんなの食ったな、それだけでいいわ、それだけでいい。、うん、で、明日からね、スタンあの関さん、マスター行く配信で、はい、頑張ってくれたらいいわ、はい、活力ね、活力になったらいいわ。ありがとうございます。そんな感じのスタンスだったらありがたいですね。いや、そうなん、結構ね、この番組もゲストのおかげで成り立ってるところだから、ゲストを大事にしていくってことだから、手こいれしようと思ってます。いやいや、もうお前早く明日マノン対策明日はさ、あ、マノンね、今だってもう配信会でマノンって言ったら関さんだけど、そんなことないから。マジいないかなって言ってやってる人いないかも。マノンでつまずいたら関へって感じ。関道場。マジで行ってみまし。マジで行きました。分からん頃しか30分。マジで。じゃあどう、俺たちもどうね、あの関道場でしょ。で、お前が、なんだっけ、トリバがルークか。ルーク。俺たちもルーク道場で。で、ダソクがケン。ラムちゃんはジュリか。で、俺がリュウだわ。どんどん道場を開いてな、そうね、ちょっと看板かけて戦いてな、やりたい、やりたい、看板かけて戦う、代表かぶられちゃうんですよ、自称代表として戦う、そうそうそう、もう門下生で負けんだから、看板かけて道場役みたいな、そう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 、あ、食べるのめっちゃ遅いの、私あいつ全然待ってない、全然待ってない、たまたま話が、全然待ってない、よかった、ラブちゃんがアイスを食べるところをね、あ、すみません、こんなところやっちゃってごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、これね、ちょっと気持ちが高ぶっちゃって、ちょっと全然いいっすよ、これずにまた手作った、あ、これね、あの視聴者にもらったんですよ、これだからまたそれ呪いの、そう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 、ちょっとあの縁起物だからつけていこうかなと思って、呪いのって、前回呪いの呪文持ってて、数々の不幸が起こったやつ、え、毛全然生えてない。あ、それは照れてる。気持ち悪い。お前らキモいよ。なんだ。毛が全然ない。いや、あの、そうなんですよ。そうそうそう。キモ
え、これ今ビワ食べてもいいですか？今いいですか？ビワ食べてもいいですか？あ、じゃ今ビワ食べようぜ。食べたい。食べよう、食べていいですか？え、ちょっとじゃあ、じゃあ俺のビワのちょっと食べ方、じゃレクチャーするわ。まずこの新聞紙取って、ここはおもむろにもう置きでいる。おもむろにで、こっからめくるのもよし、力めくるのもよし。なんでもいい。めくるの。そうそうそう。まあこの穴っぽくあるところからの方がめくりやすいわ。でベロベロベロつって、皮をめくって、うん、でちょっと待ってよ、俺がちゃちゃっとむいちゃうからな。この皮がね、これあの新鮮なほどむきやすいのよ。みずみずしいね、もう見るからわかる。すごい、これがね、割とあの薄くなるとこうね、ベタってなって剥きづらいんだけど、まあ剥きやすいね、これね。それ剥き終わったらどこ？剥き終わったら、まあ、俺はかぶりつくね、このまま。え、こんなにビワ汁出てんの？そう、ビワ汁やばいでしょ、で結構でかいでしょ、ぷっくり。でかい、うん、すげえ。びっしょびしょっす。じゃあ、びっしょびしょやろ。ビワ、いただきますわ。うめえ。子供の時の絵画を刺激しますわ。幼少期の記憶が蘇る。カトリセンコのね、あの香りがしてやっぱビアと一緒に。記憶がね。そう、扇風機の音とさ、で親父がテレビをバンバンって叩く音、それが蘇るわ。ノスタルジックだ。すごいね。甘酸っぱいっすね。すごいねこれ。すいません、すいません。で、この種をね、こうやって取って、で、薄皮のとこも食えます、ここも。で、これ見て、関さん、ほら、ビワ汁。さっきは垂れまくってる。すごいっしょ、これ。うわ、なんか、もうココナッツみたいな。ココナッツ、そう、ほんとココナッツみたいな。これを、もう、こうやって、おもむろに。女装キモ。女装の顔。おもむろに口に入れて。女装キモいし、せっかくこう、垂れるからねっていうためにこれをいただいてるのに。全こぼし。汚ねー。汚ねーよ。おすすめは、一かぶりして、で、種取ってココナッツ。で、ココナッツジュースみたいになったビワジュースをおもむろに口に放り込む。それでいい。やってごらん。じゃあ、やろう。どれどっち食べます？どっちが強い？じゃあ、こっちが甘みが強い。ちょっと酸味がちょっと。あ、じゃあ甘いの。そうですね。僕が食べた方が、もしかしたら甘酸っぱかったかもしれない。鶏場どっち？甘いのよ。甘いのよ。お前これがいい。いただきます。ありがとうございます。まず、うわーすごい。あの穴が開いてるところから抜いた方がちょっと剥きやすかったですよ。あ、うわベロベロ。そう。いいよ、いい剥き方だ。鶏場は？あ、いいな。いいぞ。絶対剥けね。うん。だそこやっぱ指の力がな、ちょっと落ちてるから。今衰えてきてるんだな。だそこ逆からなんだよ。逆。うん。逆。そこから剥いた方がベロベロベロって。そう。繊維に沿ってね、剥くといいね。だってどっちでもいいって言ったから。お前頼まれたじゃん、もう完全に。いやいやいや、もう絶対こっちからじゃん。いやいやいや、まあ。100% こっちじゃん。まあ。やってるうちに気づいたんだよね。いや、楽しみだな。やっぱこう地元の、なんかこう、来てくれるだけで嬉しいんだけど、地元のさ、その名産品を食べてくれるっていうのはね。いただきます。一番はラムちゃんが？そうか。うん。いいぞ。うま。甘い。うま。でも種をね、ボコボコって捨てちゃって。うま。すごい汁出てるね。すごい食べるね。すごい。みずみずしい。うん。どうだ鳥は。お前の食レポ好きなんだよ俺。うまっ。どう鳥は？いや、初めて食べたんですよ。おお。ビワ。ビワな。うん。なんだ激うま。激うま。あ、よかった。激うまいただきました。よかった、よかった、よかった。よかった、よかった。なんだろうね、これ他の果物に例えるのどういうね、捉え方されるか分かんないけど。いや、ないよね。他の果物にさ、うん、なかなか変えられないと思うんだよね。ジュースできた。うまい。なんつだいですか。皆さんあのこれ おしぼり使ってください、ね。おしぼりね。これはおしぼりだから、ね。うまっ。これだってこれ取れたてですもんね。取れたてじゃないとこんな汁出ないです、ね。そうですよね。この
んなの初めて。そう、もう水たまりできてる。でも種ポロッと捨てちゃって、最後残りのオアシスを全て食らいつくぞ。まず持っていいですか。いいや、それいい食べ方、いい食べ方だ、それ贅沢だわ、今、関さん、これ。うん、うん、いやでもそれもいいね、その食べ方もね。ラムちゃんが、ラムちゃんがなかなか新しい、あのあれだわ、シューシューみたいな、遭難した人がココナッツ飲むみたいな感じで。いきますね。どうぞ、いってらっしゃい。うわぁ、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 ね、工場ちゃん。これね、あのもう口の中今もうね、あふれかえってるから、これ飲み込むまで喋らんないですね、これ、なかなか。うまっ、遭難してこれだったら最高だ。これ遭難してこれだったら最高だ。ビワあるじゃん。これだけでいいよ。なんだ、ビワビワじゃん。これだけでいい。水分取れるし、みずみずしい、本当になんかほぼ水分みたいな。そうそうそう、ほぼ果汁。いや本当に水分量めちゃめちゃ多いからね。今こんなにみずみずしいビア初めて食べた。もう初めて食べた。いやーよかったわ、本当に。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまでした、本当に。こんなみずみずしくなってた。ぜひ皆さんもね、ここ、あの富浦、立山のね、高速道路降りて右折、この店ありますんで。はい、まあ、ビワのシーズンはもう少しで終わっちゃうんですけど ね、 やっぱ5月中旬でしたっけ。そうですね、5月中旬頃ですね。もしまあ今年間に合わなかったら来年ぜひ来て食べてみてはと思います。はい、いやー、じゃあ食ったし、とりあえず今度あれか、焼き物の準備ですかね、とりあえず。よし、はい、ね、じゃあコテージに帰って、じゃあはい、ちょっとね、あのコテージに帰ってね、時間は空くんですけどね、うん、多分配信何時頃ですかね。18時スタート。18時ぐらいにはあのもうね、火を起こすところとかも、もうとりあえずもう起こしちゃおうかなと思って、もうすぐにもうね、あの焼いて食べれるような状態にしたいなって思ってるんで、はい、それでね、はい、そうなんだ。あ、なんかごめんね、僕の片付けてくれてね、ありがとう、ね、ありがとう。なんでそんな汚してるんですか。いや、やっぱちょっとね、地元民が一番汚い食べ物。一番汚い。久々に、本当ぶっちゃけね、15年ぶりぐらいに食ったのよ、ビワ。こんなみずみしいのないから、戸惑っちゃってね。まあ、ということで、はい、ね、関さんとね、ラムちゃん引き連れてダチョウ布団で、バーベキュー配信18時前後からやります、はい、期待してください。美味しいもの振る舞います。それではまたどこかでお会いしましょう。さよなら。18時からどこかは分かってる。携帯が固まっちゃって、携帯固まってる。固まってるけど分かんない。どちらも大丈夫ですよ。みんな点々点になる。こいつら帰り道も文字数制限で多分できないだけで、数が長いと思う。ふざけんな。一応本配信の切る時に本配信のあのこっち見てるっていう、うん、もうちょい続けてる。18時ぐらいから炭入れしていくんですけど、もうこのまま入れちゃってもいい。大丈夫です、大丈夫です。楽しみすぎる。BBQ はやっぱ暴れちゃうかもしれない。腹減ったっしょ、多分だいぶ。暴れる？暴れる？やばいっす、マジで。早く食わせる。持ちます、持ちます。あ、いいよ、いいよ、いいんですよ。あー、OK、OK。え、濡れせんべい？うわ、濡れせんべい大好き。え、濡れせんべい。コメントが点々点。まだ点々。あ、本当だ。これ、あれじゃない？ん？横にスライドしてなんない？ダメか。さっき一瞬見えたんだよ、うん、縦になった時。文字数制限。あ、来た。なんか出る人と出ない人がいるの。文字数制限、打てる人はいるんだけどね、うん、まあ、しょうがないか、うん、後で見るね、みんなコメント。ちょっと濡れせんべい買う。濡れせんべい買ってきて、財布使ってください。シーカーあるかね。シーカー
ご当地チーカンじゃない。あるんじゃねえかな。たまに俺買ってんだよ。チーカンあったら俺も買いたい。ね、結構あるの。醤油の深い味わいにもちもちサクサクの食感でおすすめ。手が止まらないうまいせんべい、ここにあり。ぬいせんべい大好評。OKです。なんでみんなコメント点点点なんだよ。何も読めないよ。どうして。うわ、餃子あんじゃん。え、イカ軟骨もあるんですけど、うまそう。イカ軟骨も買えばよかった。え、嘘、いくらだった。後で払いますね。サイズ忘れちゃって、これ買って440円で。え、チーカはじゃない。これも可愛い。ご当地物を集めてえ？すごいこれ。クジラ楽しみ。アワビだね。追加購入これで大丈夫ですか？さすが。とりあえず、うん、とりあえず、俺ちょっとスーパーで追加で買いたいものだって。これ一個でさっきのパックと同じ値段。すげえ。映えるよね。映えは。アジって天才だよ。アジって天才。こんなに加工されてんだもんね、アジって。あれ、これって結局買ったんですか。うん。アジマジ何をどうやったってうまいから。へえ。南蛮漬け。こっちのさんが気になる。これホタテに、ね。これこれ気になる。ホタテにこう埋めて。バーベキューしやすそうだよね。ね、多分こっちの方がバーベキュー向きじゃね。うん。これ難しくね。こっち来たの。買っちゃったからな。いや、まあ炭火でやればなんとかね、これ。これ。多分大葉がすぐ焦げる。ボロボロになっちゃうか。はい。ああ、いいですか。変えてもいいですか。こっち絶対オーバーベキューだな。これじゃあみんなの分やるか。でもなんかこれ味噌だよ。味噌味って書いてある。これバーベキューでやっちゃった。基本味噌でしょ。あ、そうなんだ。なめろうが入ってる。あ、そっかそっか。なめろうか、これ。じゃあいいですか、これ5枚分。うわ、なんかすごいな、これ。唐辛子、生姜。イワシ団子。なんかもう全部うまそう。食べきれない。コメント見れるんでかわいそうだな。コメント読めない。どうなってるんですかね。フォローしましたは出るんだけど。コメントが見えない。寂しいね。寂しい。みんな点点点。なんか言ってる。丸まりマリーさんが見えてるけどね。丸まりマリーさんの名前とかが見えるわ。あ、スイッチってあれか、ひらがなのアカウントもあるんだ。ある。あ、布団ちゃんイケメンだけ見えた。やっぱそういうね、布団ちゃん。なんか。何ちょっと回復ってきた。もしかして布団ちゃんだけ許可しとる。マニアオだけ見える。もしかして許可してます、それ。壊れてんじゃない。それだけ許可してくれてます。フィルターかかってる。バグ。ちょっとラムちゃん、もしかしてフィルターかけちゃった。かけちゃった。布団ちゃんについてのコメントしか拾えないようになっちゃってるから。ちょっとラムちゃん。ちょっとラムちゃん。すごいな。いちいちキモい。カメラ回っちゃったラムちゃん、ちょっとどうしてもそういう対応になっちゃった。じゃあギムセクやめてください。いやいや、ギムセクってなんかちょっとエロいな。はい、じゃあギムセクハラ。ギムセクハラ。ギムセクハラか。じゃあみんな18時から配信見てね。じゃあね。バイバーイ。オープンレッグへゴー。